エバーフードのお時間でございます。さて、やっていきましょう。真っ暗な道ですね。行きましょうかね。お、ん？なんや、なんやこの金色のキノコ。ブラウンスローマッシュルーム。しー。このメロディーは心に残るな。すごく気に入ったよ。お。あ？なんこれ？なんじゃこれ？ピン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 。あ、扉開かん。扉開かんぞ。これなんか、そういうこと。これか？トゥンティン、トゥンティン、トゥン、トゥン、みたいな。なんか、こんな感じ。多分、この2個目と4個目は音一緒やと思うよ。こんなんじゃないか？ちょっと違う？1個目と最初音一緒か？これもしかして。これか？あ、これじゃん。ほら。これやん。早い。早いな。急に音早いな。あ、扉開いた。よーし。完璧。お、あ、しまった。戻れない。とりあえずセーブしよう。とりあえずすぐセーブ。暗くて、寒い。でもいつだって僕はここにいて、道を照らすよ。セーブする？震えてんな、こいつ。震えてるぜ。ゲームをセーブしたよ。なんか君のなんちゃらがなんちゃらかんちゃらとか言ってくれへんな。なんじゃこいつ。一つ目の豚みたいな、金黄金の豚。誰がお前を入れたのだ。あいつは俺が腕を盗んだ人形ですよ。おやおやおや、腕を取り返しに来たのか。がっはっは。そうはいかんぞ。なんか右にすごいでかい魔法使うぞ。まだ機会があるうちに泥棒を捕まえておくべきだったな。お前を生かしておいても頭痛の種になるだけだろうな。始末するとしよう。え？なになに？音楽バトルでもないの？もしかして。うわー、なに？ゴミ箱行きです？嘘だろ？あいつラスボスなんかな？あら、なにここ？鉄板が35枚。めっちゃかっこいいんやけど。すごいヘビメタな。なにこれ全音、ちょい、それは聞いてない、それは聞いてないよ。それは聞いてないよ。痛い。これは、あれですね。ちょっとジャンプができないんで、なんていうの、パターンをつかまないといけないですね。あ、熱い。パターンをつかみましょう。真ん中の方が結構、あっちゃ燃えてんのかい。いや、早い。ちょっと待って。ちょっと、はい。なんだ？ゲームオーバーじゃないんか、もしかして。なんなんやこれ。なんかホタルみたいな。なんやろこれ。期待持たせて結局ゲームオーバーみたいなこと。何これ。なんか光ってるけど、なんなんやろ。あのなんか変なもらったオーブみたいなやつが生きてくるんかな。28の魂が入ったみたいな。なに？これ今、何が起きているんでしょう？何が起きて、おっと？あれ？あ、え、なになに？急になんか違うバトル始まったけど。
オシャンティーな音楽いって、それにも勝てます。おっと、リトライ。そういや、こいつってさ、最初のチュートリアルしてくれたおっさんじゃないの？ちゃうかな？ここがむずい。なんか違うやつになった。なんじゃあいつ？なんじゃあいつ？ちょっと、あんまりキャラの絵見てられやんのよ。難しくていた。だいたい真ん中がアンチにはなってるような気がせんでもないな。気がせんでもないな。これは、前にも増して喋れやんぞ。おっと？なに？なんか出てきた。新しい。これ、なんやろ？生まれ変わってんのかな？俺今、新しく生まれ変わってる気がする。なんか、すごいの出てきた。やばいやばいやばい。ちょっと体力回復して。回復して。オッケー。オッケーオッケーオッケー。開いた。早かったね。危な。ちょっと、キャラの絵を見たいんやけど、盤面をいっぱい見やないかんから、なかなかキャラの絵が見れん。はい、危ない。よし、この謎の少女までは戻ってきたぞ。いや、これ戦闘進むにつれてさ、死んだ時の代償でかない？なんか前の中ボスっぽいやつやったらさ、足技が多いやつやと、なんか中間ポイントみたいなんがあったんよ、戦闘中に。あ、いた。ここむずい。ちょっとピンクがまた見にくいな。それはいきなり無理よ。いきなり壁は無理。ちょっと寂しげな曲の割になかなか難易度がね。おしゃれやな、この曲も。ピアノで、ピアノのポロンポロンする音がいいですね。非常に。危ない。行って、ちょっと攻撃の手を緩めてもらっていい？それ無理やろ。回復性。よし。危ねえ。これノーマルじゃなかったらもっと死んでるわ、俺。あ、終わったかな？終わったんじゃない？これ。あ、終わりましたね。あ、よかった。結構短かったね。どういう状態？またバラバラになってるやん。あの日のところは一生避けきれたんかな？絶対死ぬとこやったんかな？なんなんやろ？今これどういう状態？あら？ああ。道なくなったかと思った。なんか怖いホラーな要素になってきましたけれども、どうしたらいいんやろ。とりあえず道を進むしかな。何これ。え、敵？兵隊さん？おい、びっくりした。いきなりかよ。しかもラインが見えん。お前ライン見せんのはずるいぞ。なんか増えてる。7人の小人とかの事件じゃねえ。多いな、小人さんたち。小人さんたちちょっと多すぎやんか？あ、ラインない方が逆にやりやすいかもしれやん。あー、お、びっくりした。いきなり出てくんな、ライン。しかもちょっとデカなってるやん。全然小人じゃねえ、お前。え、なにあいつら、首ねえよ。あいつら首ねえぞ。首が流れてくる。首、だいぶね、危ねえ。死んだかと思った、マジで。え、見に行く！はい。もうこうやってリズム取ってやっていくしかねえ。いや、小人さんがデカ人さんになるところからがちょっと難しいね。いや、マジで難しくなってきた。確かに真ん中アンチは多いけどさ、やっぱりアンチに甘えとると、急に来た時に対応ができやんな。うん。よし、来た。いいぞ。オッケー。そう、ここは大丈夫。はい。あ、違う。はい、それよ。あー。ここさ、ここ。ここがマジできつい。見えん！めっちゃ見にくい。ちょっとやめろ、その。目に悪い。見にくい。見にくいぞ、ほんとに。いや、ほんとに。いやー、やばいな。これ大丈夫みんな。ちょっとだいぶ、光の影響でかいけど。むっちゃ気持ち悪くなるんちゃう？これ。大丈夫かな？いやー、大丈夫やった。俺、一瞬ちょっと気持ち悪くなった。あ、やばい。死にたくない。危ねえ。死にたくないよ。死にたくないよ、まだ。あー、死にたくない。危ねえ。ジャンプで越えられやんやつきついって、あれマジで。マジで危ない。もう、実況じゃないもん。やべえとマジでしか言ってない、ほんとに。
あの奥の顔なに、すごいムカつく顔した。誰なあれ、誰な、何何何、やべえやつやん。あいつ、あ、ムカつくな、あのニヤッとした顔。簡単やし、すごく。あ、びっくりした。急に来る、こいつ。真ん中かな、真ん中来るか、そろそろ。真ん中来るか、何何何何何何、その数字。その何語喋ってんの、君たち。ちょっと、分かるように喋って。うわぁ、ちょっと無理。危ねえ、なんとか避けれた。危ない。マジ、いや、待って。もうここまで来たら死にたくない、マジで。ここまで来たら死にたくないよ。結構なんか行った。中間ポイントもねえし。あ、終わったかな、終わったんちゃう、終わったくさい。あ、終わってない。ステージが傾いていく。ステージが傾いていく。それはちょっと待って。それは無理や。それ、どっちかわからん。操作方向か、どっちかわからん。どっちかわからん。え、これ、ちょっと、ステージ回転すんのはエグいって。ステージ回転マジエグい。てか、中間ポイントねえやん、このステージ。やばいやばい。あ、終わったー、くっそー。お、こっからや、よかったー。中間あったんや。あ、無理やった、危ね。あ、痛い。こう、ひっくり返っとるときマジでどっちかわからんなる。この2個連続が結構早いペースで来るから、避けれん。あー、危ね。この何ブラザーズなんやろ、こいつら。なんか怪しいヒカキンみたいなやつとマッチョっぽい。やつが、あ、痛い。ついね、つい柱側に避けてしまう。危な、よく避けれた俺。よく、狭い、見えん。これきついな、見えんのはきつい。あ、え、なに、残像残ってんの、やりにく。ここアンチか、おっと、お、パソコンが処理落ちしてるみたいや。あ、でもまあわからんではないか、全然簡単やな。危な。とりあえずまだ簡単、まだ簡単。あー、動き始めんのはよろしくない、動き始めんのはよろしくない、本当に動き始めんのはダメですね。え、この急にさ、むっちゃむずない、急にむっちゃむずいんやけど、どこまでこれ攻撃続いてるかもよくわからんし、ちょっと見にくくなってきたな。すごいなんかサイケデリックって感じですね。あの向こうの奥の四角、あ、音楽すごい雰囲気変わったぞ、急に。あ、もうこれはちょっと洗脳されるんじゃないか。大丈夫かね。大丈夫、行って、痛かったけど、なんかもうどこまでがステージかわからん。どう、ステージがどうなっとるかもわからんな。あー、危ねー。どこまでこう来るんやろ、これ。どこまで行けるんやっけ、今。おー、びっくりした、いきなり戻んなよ。反対になってる、反対になってる。これ、見てる人には分からんかもしれんけど、今、操作方向反対になってる。反対になってんのよ。反対になってんのよ。あ、終わったか？終わったー。びっくりしたー、反対になってんの。ほんで？ほんで何？ここで何をしているんですか？あなたはここに来てはいけないはずです。あなたは少々早く戻ってきてしまったようです。そのようなことは起きないはずなのですが、何かがおかしいですね。あなたは知りすぎてはいけないのです。あなたの目的が無意味になりますから。あなたの体を修復しましょう。あなたがその、漂い始める前の状態に。旅を続けてください。ですが、気をつけてくださいね。え、どういうことなんやろ？あなたの役に立つアドバイスをしてもいいのですが、誰にも話してはいけませんよ。もし望むなら、あなたに教えましょう。絶対的な真実を。正しいやり方とは言えないでしょうね。ですが、助けになるかもしれません。あるいは、あなたをひどく歪めてしまうかも。絶対的な真実を聞いてみましょうか。ちょっと気になるような、そこまで言われると。絶対的な真実はいくつか存在するのですが、その一つは、失われるものなどない、ということです。ひとたび生が死となったら、あなたはどこへも行けなくなるのです。旅立った者たちは時間のない場所であなたを待つでしょう。難しい決断は最後に報われます。どれだけ険悪でも和解は訪れます。それを覚えておいてください。どう解釈するかはあなた次第です。では、先に進むのです。あなたの体を復元しましょう。あなたが死ぬ前の状態に、探し物が見つかることを願っていますよ。
え、どういうストーリーなんやろ。もう、すごい深すぎて、まだ俺には全然見えてきてない。おっと、本当に死ぬ前のとこやな。一応、ここで助かったっていう感じでいいんかな？階段長いなぁ。この階段、そんなスラスラ登って行ける？あの階段、俺多分登れやんよ。すごい、高所恐怖症やからさ。え、こいつ、生きてんのか死んでんのか。顔でかいな、こいつ。顔でかいな。驚いたな。いや、それでだな。黄金の豚は俺の足も盗んでった。ああ、着脱可能だぜ。お前の手足みたいにな。焼却炉から生きて戻るなんて信じられねえな。今まで生き残った奴はいなかった。俺も連れて行ってくれよ。黄金の豚から腕を取り戻す手助けをしてやる。一応ゲームのアイコンがね、このブルーシーフになってるんで、こっちが主人公やと思ってたんですけどね。頼む。置いてかないでくれ。連れて行きましょうか。どうやって連れて行く？おぶっていく？おぶっていくか？お前の腕と俺の足一緒に取り戻さないか。まあ、連れて行こうか。恩に切るぜ。俺はほとんど重さがないから運んでることすら忘れちまうだろうぜ。黄金の豚は、あの魔法の扉を通って逃げた。あ、すごい。背負ってる感ゼロや。本当に重さないんや。いや、喋んな、扉が。喋りかけてくんな。僕はただの扉さ。僕の役目はまだここに立っているだけ。本当にあのでっかいやつを追いかけるのかい？あいつが僕を通っていけたのには驚いたね。確かに。いや、絶対無理な幅じゃなかった？もちろん、黄金の豚は魔法が使えるから簡単に通れるんだろう。でもあいつが世界中にある扉を通り抜ける姿を想像してみなよ。考え直した方がいいんじゃない？結局のところ、自分の腕を探してるだけなんだろう。それに前は手も足も出なかったじゃないか。とはいえ、どういうわけか焼却炉から出てきたけど、そんなことできた人は今までいないよ。周りにある死体がそれを物語ってる。邪魔をしないでさっさと通せよ。まったくもう、わかったよ。怒りっぽいノームなんだから。あ、主人公の代わりに喋ってくれる感じやな。の、すごいうねうねしてる扉あんねんけど。扉の個性強いな、なんか。これいろんなステージ選べんのかな？ちょ、うねうねしたところから行こっか、じゃあ。やろうとしてることがうまくいくといいね。あ、いっぱいある。わぁ、ゴージャスな扉もある。え、これ鍵かかってんな。おー。え、結構ステージあるぞ。どっから行ったらいいんやろ。とりあえずうねうねから行こっかな。ミッドナイトタウンの扉。やあ、工芸品。ミッドナイトタウンに寄ってくかい？ここいらでは一番素敵な場所さ。行きましょう。ミッドナイトタウン。